発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。ブレイクミッション放棄。SACRA/GENERATION。こちらブライトだ。早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長、祈祷します。アムロ総長は？奴のことはいい。船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノア注意。私たちホワイトベース隊なの？おっと、今度はジオン軍の通信応募時。俺が飛び出す。その間にタンクをやれ。は、はい、ラール隊員。隊長やりました。タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いの意味はない。ラル隊員って、ガンバラル隊員？どうやって防止したの？それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースで。小隊長さん、どんどん進んで。ラル隊員はオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。ガー、そこ。まさかこいつが連邦の白いやつか。聞いていたのと違うぞ。我々の標的はあくまで木馬だ。モビルスーツごときにうろたえるな。しかし、あの黒い角なし、ガンダムによく似ている。連邦もいよいよモビルスーツの量産を始めたということだ。そこだ。まだ動く。ザッ、そこ。強襲揚陸艦ホワイトベース。迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後。このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。え、私たちそのオデッサにいたのよ。くそー。
木馬を落とす。抜かれないよ、お前たち。ザクとは違うんだよ。別のモビルスーツに変わった。そこだ。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか。邪魔するやつは全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの。ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。その隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。あの木馬みたいな船を潰して、それから物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの。歴史が完全に壊れる。ユノ姉さんたちにいろいろ説明する暇も場所もなくなっちゃう。ごちゃごちゃうるさいな。俺には分かんないよ。私もよ。でも確実なのは今の状況は間違ってるってこと。腹はくくれたね、ユノ姉さん。バルバトスをこの歴史からリムーブするよ。小隊長ファイト、頑張って。勝ったらご飯大盛りよ。ああ、腹減った。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん、一斉攻撃を。必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊やザクはどうなったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。私だけよ。あとはいつの間にかこの謎なことばかり言う謎の子が運転してたのよね。ちなみに運転だけじゃなく整備なんかもできるよ。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんと犬姉さん、あとはハロ君だけだからね。ハロー犬、ハロー犬。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの。残念、ここはイリオンステーブル、この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは何をどこまで知ってるの。落ち着け、ユノ。脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。
じゃあ一年戦争にアクセスしてみよっか。ジオンとの戦争と私たちのこと、それだけじゃない、その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの？未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと覚えてない？あ、確かに未来じゃない。ランバラル大尉はオデッサ作戦の開始前に戦死しているはず。それに、そうね、ガンダムでありながら装甲の曲線が美しい。じゃなくて問題は何がどうなってあのガンダムが現れたかってことでしょ。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰、所属はどこ、連邦軍、ジオン軍？私の所属は G ユニバースだね。コード名は SACRA/1351420。 なっかい、それが名前なの？じゃあ SACRA だからサクラ、その後のスラッシュもくっつけてサクラスラッシュ、サクラって呼ばせてもらうからね。サクラ、サクラスラッシュ、ユノ姉さんがつけてくれた新しいコード名。これ勝手に名称変更していいのかな。最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど。まあ大丈夫でしょう。特例ってことで自己判断。コード名リネーム完了。ハロー、私サクラスラッシュ。ハローサクラ、ハローサクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだのブレイク現象だの悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから。これは冗談じゃなくて史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション、意味不明、シミュレーション。まるでさっきの戦いが大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど、腕利きのモビルスーツパイロット小隊長さんも一緒にね。選ばれた？史実からのシミュレーションって、この G ユニバースって一体何なの？コンピューターのデータ領域 G ユニバース、私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録庫。やっぱり信じられないけど。事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉するほどね。人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと？記録によるとユノ姉さんたちで2回目かな。詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、私はただのナビゲーターっていうか、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。その管理システムっていうのがバグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね。ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。バルバトス、ガンダムバルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム、ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。でも小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。ああ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。あ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でもでもお二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。なんと
ジオン公国軍の傑作機 MS-06 ザク。待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダム・バルバトスに勝てるわけ？ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ小隊長。あ、いい機会だから、モビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。なるほど、今みたいに手持ちの戦力を強化していくわけね。MS 解析率を上げれば新しいモビルスーツを開発することだってできるから。小隊長、確かめろ、強くなったモビルスーツ。ほう、ハロ先輩いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね？それだけとは限らないよ。さっきの中央アジア、ソドンでの戦いだと、本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバトスにね。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。え、火星？あんなところでガンダム作れるわけ？ちょうどいいか、その説明もあるし、火星ポストディザスターの歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。大丈夫だって、犬姉さん。一度ブリッジに戻ってブレイク修正の説明をするよ。で、そのブレイクミッションっていうのがブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス、ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む、それがブレイク修正か。さくら、私たちには自分の仕事があるの。
戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。やってみる価値はありそうね。私のプログラミングがうなりを上げればジムを無敵にしたり強制的にミッションクリアも。そういう行為は G ユニバースでは認めておりません。問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。管理システムの方に確認中だからブレイク修正してるうちに通知が来るはずだよ。ミッション選択、ミッション選択、ハロー操作しろユノ。私たちが知らないポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。ビームが効きにくいってこと？じゃあパワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。